では今日はホリトリアタットの球根の調整をやってみたいと思います。掘り上げた球根です。カサブランカ先日掘り上げました。こんな形で下の根、これが七根、上の根が肥料や肥料や水分、用水分を吸収して球根が大きくなるのに使うのがこの上の根です。このような状態で掘り上げました。実際球根の調整っていろんなやり方があると思うんですが、例えばこういう風な球根ですと、しっかりと上の根を持って、このような形で球根を分離、球根と茎を分離することができました。で、だいたいこの上からここをハサミで切ったとすると、ジギア部から切ったとしますね。ジギア部からハサミ切ったとすると、そのまま下から球根が、下から芽が出てくるときに病気とか感染してしまうことがあるので、極力こういう上の根っていうのは取れるもんなら取るということになるんです。で、注意してほしいのは、このように上から見てもらうと分かるんですけど、ここに一つの球根、新しい球根の元ができていて、こっちにも新しい球根ができてます。これがパカッと破れて鱗片がバラバラになってしまうことがあるので、力の入れ具合ですね、これをしっかり加減しながらやっていただきたいと思います。そしてここの古い根を落として、ここの傷んだ球根の部分を取ると、そしてご家庭で作られる場合は農薬、蜂米とかがないので、これをこのまま植えていただくということになります。ハサミで切った場合はこのように切り口が残ってしまいます。で、これはよく親指の腹で、こういう感じで茎の基部で取れる形になりました。で、こちらも同じように余計な根、しごいて落ちる根っていうのは落としてもらって結構です。そしてこれは鱗片、非常に綺麗な感じに上がってるんですけど、こういう病斑のついたところが若干あります。で、こういうふうにこっちの球根、 A という球根と B という球根と2つ分かれていて、分ければここで切っていただければもう一つ新しい球根になるんですが、ちょっとこれは割るの嫌っていう場合は、そのまま1年栽培していただければより割れやすくなりますので、そういう風な形でいいと思います。おさらいです。このような形で球根を掘り上げて、黒い腐った一部分でも腐った鱗片があるところは、そこの部分を取り除いて、できれば蜂米とかを塗っておくといいんですけど、とりあえず取り除いてください。黒い鱗片、腐った鱗片の部分は取り除く。そして上の根、この根は力を入れてグギッとやれば折り取れるので、折り取るか、自信のない方はハサミでジギア部、ここの部分で切っていただくということになります。ただし折り取る場合は力の入れ加減を注意しないと、あんまり力入れすぎるとバラバラっと鱗片が、球根が分解してばらけてしまうんで、それだけ注意をお願いいたします。そして私はどちらかというと根を切らない派なんですけど、もう途中でボロボロになって切れてる根っていうのは、ユリの仲間の根っていうのは再生しません。ですから、つけてもつかない、つけなくてもあんまり意味がないっていう場合もあります。ですから、その状況、例えば植木鉢にもう入らないとか、なんか植え穴がちょっと小さすぎてあんまり根っこばっかやってもしょうがないやとかっていう場合は、切ってもらっても構いません。根っこはここのジニアの球根の根部、根盤部のとこから再生してきます。以上が今日の球根の調整方法です。続いて貯蔵方法です。先ほども前回の動画でもお話しましたし、ユリの球根っていうのは乾燥に弱いということで、しかも今植え付けてギリギリ年内に植えていただくのは鉄則です。基本的には、で、球根の粘りを考えたら、本当は11月下旬ぐらいまでに植えてほしかったんですけど、まあ掘り上げがちょっと今年カサブランカが葉っぱが上がってくの、黄色くなるの遅いっていう声もだいぶ聞きますんで、まあ年内植えを目標にするんで貯蔵本来は必要ないんですけど、こういうふうに貯蔵を行います。
こういうふうに貯蔵をしたいと、してほしいと思います。雪の球根は前回の動画でもご説明した通り乾燥に非常に弱いです。で、表面上は一回また水気のあるところへ置いておくと戻ったりするんですけど、すんごい衰弱してます。ですからそうならないように充填剤、このように市販の球根がその通り、そうなってますけど、ピートモスやバーミキューライト、おがくずといったもので充填して球根の鱗片が痩せないようになってます。ただし店に並んだ球根っていうのは、9月ぐらいに並んだ球根っていうのは充填剤に入れておいた水分が全部飛んでます。カラカラになってます。こういうふうな充填剤では意味がありません。基本はバーミキューライトかピートモスが10の割合に対して1、水が入ってる、水分があるくらいの湿り気の充填剤に入れて貯蔵してください。これより水分が多いと根がものすごい入ってきて長期貯蔵には向かないです。そしてどちらにしても植えるんだっていう強い決意を持ってユリの球根扱っていただきたいと思います。ではまたねー。